統合失調症は多くが思春期から青年期に発症し、思考障害や自我障害、知覚障害、感情障害、意欲障害などを認める精神疾患です。こうした障害から多彩な精神症状が現れます。精神症状は大きく陽性症状と陰性症状に分けられます。陽性症状は幻覚や妄想、興奮、焦燥、させられ体験など統合失調症に特有で目立つ症状です。一方、陰性症状は意欲の低下、表情の乏しさ、引きこもり、感情の平板化などです。最近では記憶や注意などの認知機能障害も注目されています。他に不眠や過眠、倦怠感、食欲低下といった症状も見られます。典型的な統合失調症では不安や焦燥、意欲の低下、集中力の低下といった精神症状が徐々に出現するとともに、社会適応度が低下していきます。こうしたリスク期が4年から5年続いた後、陰性症状に加えて陽性症状が出現し、発症初期に移行します。多くの例ではこの段階での特徴的な精神病症状の出現を契機に治療が開始されます。精神病症状の出現から治療開始までの期間、DUP が短いほど予後が良好です。一般的には治療によって症状の軽減、増悪を繰り返した後、症状安定期に至ります。統合失調症の病態にはドパミン神経細胞の異常が関与しているとされています。脳のドパミン神経の経路には主に中脳辺縁系、中脳皮質、黒質線状体、ロート下垂体の4つがあります。統合失調症では中脳辺縁系経路でドパミンが過剰に分泌されており、これが陽性症状を引き起こすと考えられています。その一方、中脳皮質経路でのドパミンの分泌は低下しており、これが陰性症状や認知機能障害を引き起こすと考えられています。